ニッコロ・カスティリオには、イタリアの現代音楽の作曲家、ボリス・ブラッハート・フリードリ・ヒグルが他に支持した。新古典主義直系の作曲家として、公共曲第1番、公共曲第2番でデビューしたが、即座に、ダルムシュタット書き現代音楽講習会で、イニジオ・ディモビメントを自作自演で披露し前衛作曲家としてデビュー。鏡を通してでは、 多様式主義の世界へ踏み込むなど最もイタリアの先端を歩む作曲家として認知される。長期にわたるアメリカ滞在をきっかけに、三つの非籍劇、マスク、波長の公共曲、戦争と愛欲のための公共曲など、不条理音楽作品を次々と発表したところ、内容が物議を醸したため統合出張症他を疑われる騒ぎに発展。 三年のブランクを余儀なくされ自作の演奏にすら立ち会えなくなる。その後シュトックハウゼン国際作曲コンクールにスイートを投函後優勝して世紀に復帰。以前のような不条理系の発想は全く見られず、通常の確定寄付法の範囲内の作品に落ち着く。その後も創作意欲は旺盛で、亡くなった年まで作曲は続けていた。弦楽四重奏のための ロマンスでは今更ながら十二音技法を採用するなど、時代の潮流とは無縁で孤高の境地にいた。弟子は多いが、最も知られた存在に、ステファーのジェルバゾーニがいる。作品は、現在もショット社、リコルディ、ゼルボーニ音楽出版社から発売されている。オーケストラを含む代表作品合唱電子、音楽オペラ室内、オペラララジオドラマオラトリオ室内学生学を伴う、室内学。 ありがとうございます。